前半私がまず論文数の方からですね、えゃべりさせていただいて、後半は谷口学長から地方大学の現場からの声をお聞かせいただきます。で、まあ、先ほどもですね、小山さんのデータにも出てまいりましたが、まあ、論文数のカーブですね。えー、っと、あまりにも異常な日本の論文数のカーブと書きましたけれども、まあ、先ほどのカーブではあの、シェアのね、えー、あれが出てきましたが、これはま実数ですね。 えー、アメリカはまあ2分の1になっておりますけどで中国はずっとこうね増えてきましてこれが赤が日本ですね日本がここからこう減少してきておるとでちょっともうちょっとだけこう分野を分析しましてこれあの臨床医学とですね私の専門の臨床医学と臨床医学以外に分けましたけど、まあ、臨床医学の方がですね早くまあ停滞したんですけど、まあ、最近ちょっとやや上昇傾向にあるんですけど臨床医学以外どーっとってきてますねえー、どう思いますこれ皆さんねこれを 異常あまりにも異常と考えるのか、ええ、もう慣れっこになって当たり前と考えるのか、ええ、どうでしょうかね。それで、えー、人口当たりの高注目と論文数をです、ね、調べてみました、まあ、あのなぜ人口当たりで計算するしたかといいますとです、ね、やはりこれから日本はです、ね、科学技術立国でイノベーションを打って海外から物を買わないといけない、それはあその場合です、ね、やはりその質,質かける量で上回っていないと、物が買えないわけですよね。 で国民一人一人を食べさせようと思いますと、やはり国際競争力の指標、まあ、つまり国の豊かさの指標はです、ね、人口あたりで計算すべきじゃないのかというふうに考えまして、人口あたりの質かける量で計算すべきだと、でその質かける量を表す一つの指標として、まあ、高注目度論文数、まあ、10%のです、ね、トップ10%論文数を使いましたけれども、高注目度論文数を調べてみたわけです。そうしますと 日本の順位はこうなりまして、21位ですね、台湾と韓国よりもかなり低い値であります、あのつい数年前までは韓国と型を並べていたんですけどさらに韓国との差が広まっております。まあ、韓国は日本の1.4倍、台湾は1.7倍、欧米諸国は約2から6倍賛成しておりまして、今現在、どんどん差が広がっている状況でございます。 それから、なぜね、こういうことになったかということですが、これはまあ研究費が張本人だと私は考えておりまして、あのえー、っとこ左の図はあの、科学技術政策研究所のデータですけども、まあ、2000年頃から日本の研究費はです、ねえー、若干しか増えていない、他かの諸外国はかなり増えてるわけですよね。で、これは、OECD のですね、まあ、計算でに基づきまして、ちょっとあの、 日本の研究費、今度、総務省が出している研究費はこれなんですけどね、OECD はああのおこの研究者の研究時間をです、ね、加味して、安分するわけですけど、えー、それでもって、私がです、ねえー、それでもって計算しますと、このようになってきまして、えー、人口当たりの研究費、やはりこう日本が急速に低下しているということが分かります、まあ。そういうことで、日本政府と言いましたが、まあ、総務省のです、ね、出している研究費の計算はちょっと私はずさんじゃないかなと。 これに基づきますと、この上のですねカープに、研究費に基づきますと、日本は非常に研究費出してるというふうになっちゃうわけですが、これ、誤った認識でありまして、それに基づきますと誤った政策になると。こうなりますと、これ、大学の研究費ですね、大学の研究費、さらに20%削減してもいいじゃないかという、そういう結論になるわけですけど、それも誤った判断からそうなりかねないと、それを非常にこう心配するわけです。 でこれ台湾と日本の,あの論文数とそれから研究費のです、ねえーまあ、データですけど、まあ、台湾人口あたり、日銀交代の論文数日本をです、ねえーまあ、10年近く前にこう追い抜いていてさらに差が広がっているわけですが研究費につきましてもです、ね、これが日本の総務省の研究費こちらが、まあ、OECD のおです、ね、計算方法で私がです、ね、換算した研究費ですけども。 それを台湾のですね研究費を追い抜いてるわけですよね。これは政府が支出した研究費ですね。この研究費を追い抜きと同もうほとんどパラレルに論文数も追い抜かれているとまあこういうことがわかるわけですで。研究費はやはりこう FT 教員数これはフ,ルフルタイムエイクアバレント研究員研究教員数と言いましてですねまあ研究者かける研究時間を考慮した教員数。 でえー、それでもってですね運営費交付、まあこの日本の研究費には運営費交付金が全額を含まれて計算されているわけですが、運営費交付金から、ですね、まあ、研究費部分だけを、まあ、あ計算して、ですね安分して、えーまあ、計算し直したのが、この緑のカーブであります。まあ、いずれにせよ、両方の計算方法にしろ、ですねいずれにせよ台湾は日本圧倒的に追い抜いておりますので、まあ、論文数も圧倒的に追い抜かれているということになるわけです。 まあつまり政府手術研究費総額をですね、増やさないことにはまあ国際競争に勝てないと。結論から言うとそうなると思います。それからこれも科学技術政策研究所のデータですが、あの、この間ですね、2000、あの、法人化前と後で、国立大学の法人化前と後で起こったことはですね、要するにその研究時間の減少ですね。大体どうでしょうか、研究時間大学の先生方、2002年は50%。 ぐらいの研究従事率だったものがですね、法人化後、かなり減ってると、えーまあ、上位校はそれほど減ってないんですけど、まあ、中位から下はですね、もう10%以上減ってると、それに伴って論文数も減ってるということでありまして、えーっと、その下位の大学ほど FT 教員数が大きく減少している、下位の大学ほど論文数が停滞から減少しておりまして、 これの主な原因はですね、やはり基盤的運営飛行機の削減であると。あの、これはまあ、主にまあ、教職員の人件費に相当する、ま使われ方をしますのでですね、基盤的な運営飛行機、あの、削減しますと、結局、教員の数を減らす。そうするとどうなるかといいますとですね、教育の負担は変わらないので、え、教員の数10%減らしますと、研究時間倍減りますね。だから FT 教員数は20%減っちゃうんですね。 だからこの10年間で10%くらい減りましたから、FT 教員数は20%減るはずだと、単純計算でね、つまり倍返しが起こっていると、最近の言葉で言うと倍返し、基盤的運営費交付金が10%削減したら倍返しで FT 教員数が減ると、つまり研究費が減るということなんですよね。分前ですかすかかませんえとそれから えっとこれはまあ大学分別の論文数ですねこれでまあ大学間格差がまあ広がったということはやはりあの上位国立大学の上位校ですね14位以上はやっぱたくさん論文数書いてるんですよねこれがまあちょっと地方大学国立大学ということでありますで私立はまあちょっと数少ないんですけどでその増加率見ますとですね、えー、これは臨床医学以外ですけど、まあ、私立のトップ7 はまあ、若干増えてるとしかしそれ以外は軒並、まあ、み、まあのー、停滞からあ、まあ、減少ですね特にまあ地方公立大学はもう減少してる公立大学減少してるという結果ですねで、まあ、そういうことであの、えー、大学間格差が広がっているで臨床医学論文についても同様でして、まあ、私学はちょっとこう増えてるんですけど私学とですね、えー、そうですねで国立大学はですね非常にこう苦しんでおりまして 国立大学の特に地方大学はもう非常にこう苦しいんだということであります、ただ最近ですね、ちょっとこう落ち着いて、まあ、大学病院の経営がです、ね、落ち着いて、つまり附属病院運営飛行機の削減値のもの,ものすごく法人化は激しかったんですけど、それが一段落しまして、で診療報酬プラス改定で、ちょっと経営が落ち着いて、まあ、人をそれほど削減しなくても良くなっているとで、ちょっと増え始めた。 えとこれは質を高めるためには量が必要ということですけど、これは n i ステップさんのデータで、普通の論文数ですね、普通の論文数の増加とトップ10%の増加のですね相関取ったんですけど、これはまあ、起用率90%でー相関するわけですよね。だから、質の高い論文を増やそうと思えば、9割方はですね、普通の論文を増やさんといかんのじゃないかということですすよね質の高い論文だけ増やすことは不可能、えー えー、だから選択と集中政策とか競争原理がんがんやってもですねそれやったら質の高い論文を増やせるというのは僕は幻想だと思ってますね。それから、まあ、論文の生産性、科研費当たりの生産性これは以前からもたくさんデータが出てるんですけど科研費たくさんもらってる大学とですね少な,く少ない大学とのこの論文数ですねで少ない大学のほうがたくさん論文を書いてると。 ということで、まあ、研究費あたりの論文数を計算すると、まあ、地方大学の方が生産性が高いわけですそれからこれはナシステ e さんの最近のデータでまだあの途中結果であると書いてありますけれどもこれは課件費ですよねえー、っと可見費の先ほど宮川先生も説明されましたいろんな種類があってですねこの黄色黄色はまあ基盤研究しこれだから比較的少額を多数の研究者にね配る えっとまあ、課題数としてはこういう小額のほうが多くてですねそれから選択と集中したですね高額のほうは少ないわけですけど研究費で見ますとこれあの基盤研究集ねこのぐらいの研究費しかないわけですけどところがこのこれに関連した論文ですね科研費に関連した論文は非常にこうたくさん賛成しておるとで全く、ま、そのトップ10%論文数トップ1%論文数も 研究費あたりにしますとですね、これ一番生産性が高いわけですよね。非常に高高くの研究費もらっている場合は、研究費あたりのトップ 1%, トップ1論文数。え、件数あたりだと多いんですけど、研究費あたりだとですね、基盤研究支援の方がいいと。こういう結果ですよね。はい。ということでですね、 ま、重点化、選択と集中ということは今までやられてきたわけですけど、やはりそういうには効果の低減があるんじゃないかと。で、だから日本全体の生産性の最大化のためには、少額多数配分研究費の比率をもっと高める,高めるべきじゃないかということが考えられます。で、最後の私のスライドですが、一体日本は何を誤ったのかということですが、えー、っと、世界の中で唯一日本だけは論文数減少するという世界のですね、これ、笑い者になる極めて異常な事態を生じた原因は何かと。 いうことですが、まあ、世界が研究費を増やしている中で、唯一日本だけが大学への研究費ですね、これは基盤的交付金も含めましてですね、これ削減したこと、こ基盤的交付金を削減し、競争的資金に回すことによって何が起こったかというと、結局、これは地方国立大学ですね、これはあの約750の大学の中でも20位から100位という非常に中堅の大学なんですよね、結構頑張ってる大学、ここから、ここをですね、ここのお金を削減して、より上位校に回したという、結果的にはそうなる,なるわけです。 で、えー、っと、要するに、こういうふうに研究費をですね、この非常に生産性の高いセグメントから、えー、上の方に付け替えて、結局生産性の高いセグメントを弱分けさせたと。これを選択と集中、重点化と称してるわけですが、これとんでもなく誤った重点化じゃないですかね、皆さんね。生産性の高いところを削るわけですからね。生産性の低いところ持っていくわけですから、これ誤った選択と集中であると。 えそれから基盤的交付金を削減すると FT 教員数が減少で倍返しが起こるということにですねこれなかなか皆さん気がついていただけなくてえ研究費をこれは急速に削減していることとイコールなんですねえそれから研究費増額の増を伴わない上位との国際ランキング上昇や研究大学重点化等ですねこれまあ,あの中央の方ではこういうもっと選択と集中をしろとあるいはあのあれですよねえっと何でしたっけ機能別文化大学のねえ機能別文化を例えば そういう研究費総額の削減とかですね、あるいはあの重点化の目的で使われるとするならば、これは先ほどのこの時代をより悪化させますよね。つまりまあ FT 教員数削減、重点、プラス重点化という不毛政策をですね、即刻中止せよ。というのは私の提言です。の数値目標をね立てて えー、例えば国民当たり、高注目ドローン数の国際ランキングをです、ね、今21位なんですけどこれども、これをなんとか、台湾と、韓国と台湾だけ追い抜いて、19位にしようではありませんか、そのためには、ね、そのためには、研究費総額をね、これは FTE 員数の増、これはイコール基盤的交付金、助成金の増ですよ、これを2倍に増やす必要があるということですよ、ね、韓国は1.4倍に、に台湾は1.7倍ですからね。 彼らはまだまだ増えてますから追いつくためには2倍に増やさないと絶対ダメ、えー、ということで私のプレゼンを終わります。